なさきさん、かわいい、ありがとうございます。なんかちょっと印象出てきた。なんかさ、リップ薄いかな。そんなこともない感じもするけど、そんなこともあるような感じもする。なんか自分だとさ薄くないけど、あ、こんばんは。そうだけど、なんか薄い気がする。気のせい、気のせいかな。薄いかもだよね。はいはい。どう、どうですか、くくんたくの。さとちゃん、ハートありがとうございます。うちわ買ったよ、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッター始めたんですよ。ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。徳永りみって検索したら出てくるので、トゥトゥ。そう、こんばんは、こんばんは、こんばんは。フォローしてありがとうございます。今日は朝から塾でした。初めての塾だった。初めて、新しいというか冬季講習なんですけどそう、そんな感じ。まじまじちゃん、ハートありがとうございます。ツイッターにまだしてないんですよ。ツイッターにした方がいい。ツイッターに、まじまじちゃん、ハートありがとうございます。そう、なんか喋る子がいなくて、なんか全員同じ中学校なんだけど、喋る子がいないの。テレビーさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。水さん、ハート、ありがとうございます。ツイッター結構順調、ありがとうございます。結構頑張ってるっていうか、なんか何投稿したらいいか分かんないけど、宣伝をしたりとか、本当に何したらいい、ありがとうございます。でもすごい、なんかさ、たくさんの方にさフォローしていただいてさ、なんか自分ってこんなにたくさんの方に応援されてるんだなーって結構実感するよね。ありがとうございます、本当に。みずさん、ハートアーク、ありがとうございます。ツイッターフォローしてありがとうございます。ツイッターのお写真さ、お写真とかをつけてしまうんだけど、そう写真は結構前の写真、結構オンラインお話し会の時だったから、そうだからなんか今日の写真をあげようかなと思ってるけど、どういう文章でさどうあげたいのか分かんなくて、どうしたらいいんだろう、本当に分かんない、難しい。ともさん、ハートありがとうございます。そちさん、ハートありがとうございます。そちさんもハートありがとうございます。皆さん、ハートありがとうございます。皆さん、ハートありがとうございます。そう、何の文章がいいですか今日の写真あげるにあたって。やっほー、今日のリミだよみたいなやばいね、ちょっと、うん、そう、まだね、今日からグッズもたくさん発売されてるんですけど、まだ黒いんだよね。そう、うちわとかタオルとか、あと生写真あるんだけど、それでいいの、マジで。ちょっと緊張するね、今日のレビだよってうん今日のレビだよ言えばいいの？ウケる。面白いね。
なんかパリピ感半端ない。あ、そう、エイトリオのなんかあれも投稿しようかなと思って、エイトリオ、あ、エイトリオっていうのがありますっていうのを投稿しようと思ってるけど、それは明日しようかなと思ってる。そう、あ、そう、いつもさ、ハッシュタグさ、大事なのにさ、つけるの忘れてさ、昨日もさ、あのクリスマスのやつもクリス、ハッシュタグクリスマスとか、あの拡散希望とか載せをして、しよう、あのハッシュタグつけようと思ってたんだけど、そうね、忘れてたの、めちゃめちゃ大事なことを忘れてた、大変だ。でさ、ハッシュタグ機能ってさあるの？わかんないんだけど、あつさん、ハートアイクありがとうございます。そう、ハッシュタグ機能ってどこにあるのかわかんないからさあ、どうしたらいいのかわかんない、本当に難しい。あ、普通にハッシュタグつけたらできるのかな。あ、そうなんだ。普通に打ったらいいの？そうなんだ。拡散希望はあんまり効果ないの？マジ？ああ、ただそれだけなんだ。なんかそれ用の755みたいに、それ用のあれはないんだ。なんかこれしたらなりますよみたいなの、ないの。あ、そうなの。なるほど、ありがとうございます皆さん。イエーイ。なんかさ、髪型今日ここだけちょっと巻いてるんだけど、なんか顔、なんかここだけ顔周りを外巻きにしたら、小顔効果になるらしくて、ここだけ外巻きにしてる。そうそう、前髪がね、よろしくなくて、パッツンしか勝たん。なんかさ、ダメだよね、よろしくない。ほら、真ん中で割れちゃう。何だろう、まあいいや、よくないけど。ダメだ、絶対構わない方がよかったね。ああ、いいんじゃないこれで。いいんじゃないの、いいんじゃないの。あー難しい、すごく難しい。お前髪さんは本当に難しいよ、大変だよ。真ん中が多い。あ、いいんじゃないこれで。そう、すごくこだわりが強いんですよ私、本当にこだわりが強くて。マジで、そう、こだわりがよく強いって言われるから。そうそう、気にすれば気にするほどね、ややこしくなるよね。
Are you going to school today? No, I'm not. No. No です、No。さとちゃん、ハードセンクありがとうございます。もう冬休みなんですよ。これ好きになったかな。そう、今冬休みになるって感じで。イエーイ、ノーノーノーです。今日から、今日からだ、今日から、今日からじゃない、昨日からだ。そう、あ、宿題しなきゃいけない。あ、やばい、もう大変。もういいんだけどさ、今日はダメだね、ついてない、今日運悪いね結構。あ、そうだ、サンタさんが来たんですよ、私にも。一日遅れのサンタさん、サンタさんが来ました、イエーイ。イエーイ、サンタさんが来ました。昨日ちょっと遅れてきて、渋滞してたらしくて遅れてきましたね。高垣さん、ハートアークありがとうございます。メイク道具をもらいました。マスカラと、マスカラ今使ってるんだけど、すごくいいの、このマスカラ、このマスカラとアイシャドウパレットと、なんかすごい唇がプルプルする、なんかスクラブみたいな、このやつを買いました、買いました、買いました。そうだから、ずっと自分じゃさ、メイク用品ってなかなかさ、買わないっていうか、なくならないと買わないじゃん。だから、そう、自分であんまり買わないような、ちょっと、ちょっとお高め、レミにとってのお高めのあれを買った。待ってね、行かなくなった。のりぴーさん、似合う、ありがとうございます。そうそう、吉田鈴木さん、かわいい、ありがとうございます。こんな感じのパレット、めちゃめちゃかわいいの、これ。明日から、明日、あ、じゃあ明日ちょっと使おうかなと思って。こんな、こんなんなの、わかるかな、超可愛くない、マジ可愛くて、本当に。そう、こんな感じの、パレットをもらいました。あと、昨日はクリスマスパーティーをしたんですよ。で、ママの手作りのケーキを食べた、美味しかった。あとチキンも食べた。あとプレゼント交換しましたよ。私はママのプレゼントが当たりました。そう、お菓子だった。なんかお菓子率が高くて、そう、なんか、どう、なんだっけ、パパはアイマスクで、ママはお菓子でしょ、レミがもらったお菓子。お姉ちゃんはなんか紅茶、紅茶、アールグレーの紅茶、おしゃれじゃない、すごく。で、お兄ちゃんはポップコーン。なんかこんな箱に入ったキャラメルのポップコーンで、レミもお菓子をあげました。レミのはパパだったかな。そう、だから、それで交換しました。末っ子です、レミ。で、なんかお兄ちゃんが、お姉ちゃんの紅茶がお兄ちゃんに当たって、それで、なんだっけ、
お兄ちゃんが紅茶を飲めなくてなんか交換してた気がする。え、俺紅茶飲めないんだけどみたいな言ってた。そう、そう、ほぼお菓子なの。なんかさ、男子も女子もいるからわかんないじゃん、あの好みとか年齢も全然違うし、だからそう、お菓子が多いかな。ルカワさん、ハートやくありがとうございます。紅茶飲めないらしい。みんなお姉ちゃんは19、お兄ちゃんは17で、レミが14。そう、なんかいろんなね、お菓子の詰め合わせみたいな。紫さん、ハットありがとうございます。そう、何のケーキ、なんかフルーツのケーキ食べました。すごいうまかったの。なんかでも写真がうまく撮れなくて、この写真はモバメで送ります。ケーキの写真はめちゃめちゃ美味しかった。紫さん、ハートありがとうございます。いちごはなんかさ、まるまる食べたいから別で後でパンってのっけました。後のせい、チキンは鳥取県産のチキン食べた。美味しかった。マジバラちゃん、ホイミありがとうございます。なんかやっぱリップ薄くない今日、そんな気がするんだけど気のせい。やっぱ最終兵器はこのティントスな。ちぐわー、そりゃあね、最後っしょ。最後しか勝たん、いちごしか勝たん。なじばなちゃん、ほいみたくさんありがとうございます。なんかさ、画面なんか自分的にはそんなに薄くないんだけど、画面で見ると全然違くて、画面だと薄く見えちゃうからさ、拡大とは恥ずかしい。全然違うからさ、今なんかすごい自分的には濃いんだけど、 LINE で見るとそんなに濃くない、ちょうどいい感じに見える。暗め？マジ？ライトつけてるよ。わあ！どう？いい感じです。ありがとうございます。そう。そう、今日もまつげがすごい調子いい。新しいマスカラを使ってすごいめちゃめちゃ調子いい。横から見たら上がってるんだよ、すごいわかるから、前髪に隠れてわかんないか、こんな感じ。巻いてるんですよ、寝癖じゃない、これはわざと、わざと巻きました。ね、わかる、こんな感じ、すごい上がってるくない。バキバキに上がってる。まつげって結構さ大事だよねと思う。デジャブさん、
なんかすごい有名なマスカラらしくなんです。たくさんいろんな方が使ってる。なんか上向きにした方が写真映えもするしいいから、今日頼みましたって感じ。あれなんか聞くよね。あちさんハートありがとうございます。そう大事だよ、ビューラーとか。そう使ってる、ビューラーして、なんか今日は下地をしてないんだけど、いつもはなんかこう、このちょ汚いんだけど、この下地を使ってる。良きです。これは前まではこのねマスカラを使ってた。これもめっちゃ良くて、なんか伸びる繊維みたいなのが入ってるの、それで結構まつげが伸びる。ツイッターフォローしてありがとうございます。そうだけどなんかね、そうずっと同じのだったからマスカラもかなと思って。早川さんハートが良くありがとうございます。マスカラしようかな、ぜひぜひ。すごいいい感じになりますよ。ひょうとさん、おーちゃんさんハートありがとうございます。そうこれ結構有名だよね、 これも結構有名。あらありがとうございます。後ろの髪長い、多分長いと思う、わかんない、どれぐらいなんだ。今日はメイクですね。でもまつげガンガンにしてたら多分メイクが濃いめに見えるから、すごい大事なんですよ。おーちゃんさんハートよくありがとうございます。あとは薄め、今日はオレンジメイクをしました。久しぶりに、すごくめちゃめちゃ久しぶりだよ。このアイシャドウを使ってちょ反射してしまうからあんまり見せないんだけど、こんな感じの使ってオレンジメイクをした。薄めだけわかるかな、ちょっとだけわからんな、無理なんだけど、この前がなんかうまくいかないな。いいかな。今日は部活なかった、もうないかな冬休みは。そう、眉毛は自然ですね。でもそう、整えるの、整えたらさ、多分眉毛ってすごく大事だと思うんだけど、整えて失敗したらなんかさ、学校ってメイク禁止じゃん。だけどだから描けないからさ大変だから、なんか薄くはしてるけど、薄くっていうか量は減らしたりしてるけど、がっちり剃ってはない。そう、自分でやるのも怖い。あ、違う、冬休みは早起きっていうか、今日は朝からあの塾があって早起き、ちょっとだけ早起きだったけど、昨日は普通に部活があった。でも明日は何もないからゆっくり寝る予定です。寝る、ちょっとだけ夜更かししてお肌に良くないけど、ちょっとね、ちょっとだけだよ。多分すぐ眠くなって寝るかもしれないけど、でも勉強もしなきゃいけなくて、あの勉強、冬休みの宿題もしなきゃいけないから手はつけてない。冬休みに入ってからどうしようって感じ、どうしよう本当にそ
そう勉強しなきゃさすがにやばいなと思ってきて、そうちょっとあの日付変わる前には寝たいかな。おみそこは起きたい、起きたいよ。あのさレミは毎年か忘れたけど、あの0時になったらジャンプします地球にいませんでしたって感じでそう、だからジャンプする、あるあるの。ぜひ皆さんもしてみてください。そうそうよくやるよねこれ。私あのね、2021年になった瞬間地球にいなかったよみたいなそうそう、えみんないたの、あ私いなかったそんなこと言わないけど、そんなこと言ってる子を見たことないけどありそうだなと思ってどうそうどうやっている、いなかったちょっと飛んでたみたいな清めメッセージは、うん、どうだろう。でも新メンバーのグループでも毎年っていうか去年ピタッ0時もうレミもなんか0時ぴったりに送りたい派だけど、そんなさみんなにさ送ってたらさもう1分とかになっちゃうから耐えられたい。今日メラインしたみんなのグループで新メンバーね、そうやりました。ユキーナね来そう。そう今日ユキーナになんかあの代理さんがあのリツイートをしてくださってて、見ました、すごい嬉しいねリツイートしてくださってたんですよ。そしたらユキーナからあのずるいって言われた。おいってきたおいってきました。おいずるい、おいレミってきたそう、おいレミってずるいました。おいレミって笑って。そうだからさっき755でもあのコメントしてた。そうなんかあの絵文字顔文字がちょっと微妙な感じの、あの怒ってる感じの。そう。だからあユキーナいい感じに。そうなんですよ、そういうことなんですよ。そう、台湾言われさんハートありがとうございますの音面白い、こうやったらわーってやつ結構痛いよほらちょっと赤い全然大丈夫なんだけど
結構落としたよね。音の割にはなんかめっちゃ痛いってわけでもないけど。いやここだから全然突き指とか大丈夫です。気をつけますね。すいません。勢いでいったらドーンってなったね。ごめんなさい。そんな感じです。勢いが良すぎた。そう、ベベさんハートありがとうございます。ごめんなさい。元気なんですよ、すごく。おーちゃんさん、だるまありがとうございます。古川さんもハートありがとうございます。びっくりした、まさかさ、そんな距離ある、距離感近いとは思ってなかった。もっと遠くに、なんでこんな近くにあるんだよ。そう、ちょっとか恥ずかしいね。それに桜もそう、かわいい。恥ずかしい。ドーンって勢いが良すぎたんだよ。元気がありま、あーってた。怒られる。ごめんね、ごめんね。気をつけます、今度からは。あははは。あ、そう、きっとね、私の腕が伸びたんだよ、きっと。そう信じとく。恥ずかしい。乾かい、すぐ乾かくなるから。さあ、まあ、これは経験ですよ、一つの。絶対次からはないから。これはワンピースじゃない、トレーナーで、ちょっとここにワンポイントで、あの首のやつ。ちょ、こうしたらちょっとダサいけど、なんかこういうの流行ってるよね、知らないけど。お姉ちゃんのこれはちょっと借りた、なんかワンポイントつけたいなと思ってこれを置きました。そう、タートルネックみたいな。そう、腕が成長したんだよ。ルームフォローしました、ありがとうございます。かきくけ神戸さん、ありがとうございます。ぜひあのツイッターの方もフォローお願いします。下はスキニー、黒のスキニーです。こんなの可愛くない、これよく着てるんだけど。そう、今日はアイライン長め。頑張ってカメラ目線したら睨んでるように見える。そう、髪長、やった。もっと伸ばしたいんだよね、本当は。意味、このブランドのカバンを学校用で使ってる。かわいい、マジで本当に可愛いんだよ。そう、結構ね、いろいろある。これ結構有名で、いろんなね、あれがありますよ。今日のカラコンは自然です。そう、そう、なんかよく何もないです。な、うん、フィジカル強い、やった。なんか
よく目力で訴える時がある。訴えるっていうかで友達に、なんか授業中とかに目が合うじゃないですか、友達とかと。たまたまって言ったら、うわーってはーってやってる。だってさ、授業中さ、あの手触れないじゃん、こうやって何してるんですかって言われるから、だからはーって目でたまにするから。目が開いて今多分合ってる気が。どうですか、今すごくカメラ目線をしてるんですが カメラ目線したら合うのか。こんにちは、これですよ、カメラ。こちらにカメラがあります。やっほー、キルシー大好き。そんな持ってないんだけど大好き。どう、やっほーやっほー。友達の気持ちが分かった。やった、よかったです。痛い、はい、やっほお話し会ってさ、目が合ってるの、あれって。まあ確かに目がカメラ目線しないと合わないの。でもさ、どうなんだろう。だよね、目合わん。多分カメラ目線しないと目が合わないのかな。どこ見たらいいんだろう、あれって。難しいよね、あれって。本当に未だに慣れない。いや慣れたけど慣れない。そう、配信はコメント見るから全然多分違うとこ見てるんだよね、レミ。こっち見てるから。そうそう、しかも iPad でしてるからさ、めちゃめちゃこっち見てるのだけど、こっちですよって感じだよねそう、どこ見てんのって言われるっていうかってなるけど、こっちですよカメラって感じですよね。そう、めちゃめちゃ、多分普段の配信、ショールームでの配信はあのスクショの時しかカメラ目線しないから全然目が合ってないんだよ、きっと。やっほー。そう、遠くないよね、割と。結構近いよ。これぐらい、これぐらいです。あ、ちょうど腕の長さ、レミの腕の長さ、いやこれぐらい。そう、なんか季節外れの暖かい藤田さん、ハートたくさんありがとうございます。昨日さ、なんかさ、クリスマスなのにさ、何もせずにさ、ショールームしてたのを終わってから気づいて、そういえばカチューシャとか何もしなかったと思ってさ。確かにまだ1日しか経ってないけど。そう、イブにはしたから多分それで気合を入れてしまった。昨日は来てなかった。
わがた、わがたじゃありません。目力増した。なんか最近はちょっとぼかした、多分メイクしてるから今日すごい目力なんだと思う。メイクしなかったら普段全然そんな目力強くないけど、アイラインとかもがっつり引いてるから強く見える。こんばんは、ビアビアさんハートありがとうございます。古川さんもハートありがとうございます。なんか下にライン見えるかな、このちょっとライン入ってるの、こうやってここにねライン入れてるの。なんか最近ここにラインを入れたら目が大きくなるみたいなことを聞いてっていうか見て、そう、古川さんハート1000個ありがとうございます。下のラインやったらすごい目力、目がパーってなるよね。でもしすぎると濃すぎちゃうから、ほどほどにって感じで。高木さん、だるまありがとうございます。みたいににらめっこ強い。まあ割と強いかもしれない。わかんないけど。みたいなキャッチメージですって代わりにつぶわさすぎてドレミだけど、ちょっと追加っていうか変えようかなと思ってて、そうなんか全然最近キャッチフレーズしてなさすぎて、あれ やばいんだけど、そうでもなんかちょっともし、ああそうだね、でも一個、はい、星の国鳥取県から来ました、やってきましたの方が来ました、来ました、ドレミか、はい、星の国鳥取県から来ました、中学2年生14歳の徳永レミです、よろしくお願いします、そうにしようかなって思ってるんだけど、そうキャッチフレーズ星の国、そうカニ、カニはちょっとヒューカと一緒になっちゃうからね、そう今ねできないから参加型だから、なんかそういうのができるようになってからドレミを入れようと思ってるんだけど、で今は星の国鳥取県からやってきま来ましたか、やってきました、でそう中学2年生14歳の徳永レミですって感じ、砂丘は砂丘ラクダ入れよう、どうやって入れますラクダに乗ってやってきましたみたいなやばくない、そう鳥取県は星の国なんで、星の国鳥取県からやってみましたみたいな感じかみたいな、そんな感じで、そうシンプル系もドレミが多分、おーレミー、はい星の国鳥取県からやってきました、中学2年生あ確かにどうレミー、あーそう、なるほど、でもなんかいきなりすぎるかなって思う部分もあるんだよねそうラクダの友達とかのレミです、イエーイ、
レミファソラシドレミあよくないこれドレミファソラシドレミありがとうございます。星の国鳥取県からやってきました中学2年生14歳の徳永レミです。方言どこで使います？やってきた県なやばいねちょっと、うん、ドリミファソラシドあよくないドリミファソラシドレミえ、よいよねドリミファソラシドそう、あの初期っていうか一番最初の頃のキャッチフレーズはドレミありがとうございます。皆さんに素敵なメロディーを届けたい鳥取県代表中学2年生14歳の徳永レミですみたいな感じだったの。そうだけど今はドレミファソラシドレミはいありがとうございます。星の国鳥取県から来ました中学2年生14歳の徳永レミですって感じにしよっかな。どうですか？ドレミファソラシドどうかな。ゆずさんいいねありがとうございます。よきよきあいいですね。よきありがとうございます。楽だ難しくない？どうやって言う？じゃあ忘れないようにこれで覚えておきましょう。自己紹介変わった？もうちょっと変わったか。なんかさ初期一番最初のドレミありがとうございます皆さんに素敵なメロディーを届けたいと届けない日の中学2年生14歳のがちょっと気に食わなくて自分的になんかないかなと思って。そうだからいいですね。とりあえず今の仮まあ仮でドレミファソラシドレミありがとうございます。早口すぎる早口そうめちゃめちゃ早口で言ってた。リドーフさんバラありがとうございます絶対噛むよレミ滑舌悪いから。ナナのおじさんありがとうございますドレミファソラシドありがとうございます。星の国鳥取県からやってきました中学2年生14歳の徳永レミです。よろしくお願いします。イエーイ。どうでしょうか。こんな感じでいきましょうじゃないでしょうか。鼻かゆい鼻かゆい。謎のフィース。そうでもどうなんだろう今。確かに。やってみるしか実践あるのみ感じですね。こんばんは。
あ、よろしくお願いしますキラーみたいな。なるほど、よろしくお願いします。あ、なるほどね、なるほどなるほど。なんかさ、ここだけボリュームあってあとストーンって感じなんだけど、キラーン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 、あはは。まあこれやるかはちょっと検討しますね。検討してみる。そう、なんかリップだけ濃すぎて後が血色ない。ちょっとあれだ、梅月のキャッチフレーズ覚えた。3月だっけ。5月の私は、5月生まれの私はお水木ですよね。覚えてますよ、はい、5月生まれの私はお水木。かわいいよね、あのキャッチフレーズ本当に。ゆうたさんいつの間にか白くなってるね。ああそう、なんか学校でも、学校で昔体育祭のぐらいの写真を見てたんですよ。見てたっていうかあって、それで友達から「えめっちゃ白くなったね」って言われて、なんか黒と白では全然顔の雰囲気が違うって、黒と白なんか全然白くなってから顔の雰囲気違うって。そう、イエーイ、白くなりました無事。本当の得の意味ですって感じ。ひえかね、ひえかはね、あれはすごいリズムがいいよね。福井といえば、あ、鳥取といえばカニ砂丘、はいレーミー。どうでしょう、はい、こんな感じで。来年こそは、来年はもう部活引退してるから、そこまでね黒くならない、今年よりは。そう、本当にリズムがいい、いまいちだって。マジか、やっぱカニ恐竜ハイヒーカーが一番いいよね、しっくりくる。そう、受験生もう黒レミは見えないのか。でも、そんなさ焼けないことはできないじゃん。いくら日焼け止め塗ってても絶対に焼けるから、ちょっとは黒くなる。そう、でも今でもちゃんと登下校、学校行くときは日焼け止め塗ってるの。すごいね、そこ。星投げたよ、ありがとうございます。結構めちゃめちゃ気をつけてる。そう、なんでさ、なんで暑いの夏って、なんで暑いの本当に不思議すぎて、不思議って感じ。日傘ね、日傘も必須だけどね、鳥取県はねあんま日傘を差してる方がいらっしゃらなくて、そうだから浮いちゃうんだよね。ちょっとなんか学生でもあんまり差さなくて、高いだったら全然。
それは夏だからだよ。まあ確かに夏だよね。そうだよ、そう、日傘をしたいところなんだがみたいな感じだよ。そう、鳥取県で日傘したら女子力高ってなる。あんまいないからね。季節はやっぱり秋でしょ。秋だったら寒くもないし暑くもないし幸せだよ。あとたお誕生日がある。誕生日、誕生日、そうだから秋が好きですって感じですね。本当に秋しか勝たん。なんでさ、ちょうどいい気温だよね。本当に最高。初見です、ありがとうございます。のぶしろさん、ありがとうございます。ぜひフォローもお願いします。ツイッターの方もぜひチェックお願いします。そうだけどね、秋って短いのよ本当に。あ、タワーだ。紫さん、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ。ちょっと書きます。どれがあ、間違えた、間違えてはないけどちょっとおかしくなっちゃった。あ、なきさん、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、くだが、ありがとうございます。ではそろそろ1時間ぐらいかな今。ありがとうございます、ありがとうございます。あっダメだね。ダメだ、これ、これダメだ。これダメだ。じゃあ1時間ありがとうございます。じゃあランキング読みまーす。13位グランパ生徒くんさん、ありがとうございます。12位ゼハットマークリミングさん、ありがとうございます。11位通行人 C さん、ありがとうございます。10位高雪さん、ありがとうございます。9位水さん、ありがとうございます。8位台湾ヨーラシレミ、かわいいね、大好きさん、ありがとうございます。7位藤田とマーク、配信お疲れ見たそう、今日も癒され、今日も目癒され見たそうさん、ありがとうございます。6位ビアグアットマーク徳永さん、ありがとうございます。5位落ちアットマークレミングミタワーシュ副部長さん、ありがとうございます。4位ひろかアットマークリミタンの打ち上がを切り切りと変えなくてピエン大好きさん、ありがとうございます。あ、完売もありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。3位ナリピアットマークレミグミかっこケンニーさん、ありがとうございます。2位サトちゃんアットマークあやみちゃん、レミタレミカミヨシニャンコさん、ありがとうございます。1位ムラサキアットマークタワーレミグミ楽しむ部長さん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ラッキーレミー、イエーイ。サンキュー。39位ネルさん、ありがとうございます。サンキュー。52位ライチさん、ありがとうございます。ラスト、あ、待って読めないこれ、待って。85位若田、ありがとうございます。ごめんなさい読めないくて、ごめんなさい。韓国語ですこれは。なんて書いてあるんだろう。85位の若田、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました、ありがとうございました。ではスクショ、スクショだ、スクショ。
ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。語尾絶対上がる。ありがとうございました。またね。やばやばいやつじゃん。ありがとうございました。では今日もありがとうございました。またね。またね。バイバイ。またね。またね。バイバイ。またね。ありがとうございました。